グラスに注がれる水軟水とは、カルシウムやマグネシウムの金属イオン含有量が少ない水のことである。水の硬度は、カルシウム濃度2.5マグネシウム濃度4.1で、炭酸カルシウム含有量に近似され、厚生労働省ではその量が 60mgL 以下の水を、軟水、60から 120mgL を中硬水、120から 180mgL を、硬水、 180mgL 以上を超高水と定義している。その他の単位では以下のようになる。不要度や低炭素の間を流れてできたような水は軟水である。日本の水は他国に比べて高度が低い。日本の水道水は高度80未満の軟水が多く、南西諸島や関東地方の一部、福岡県の一部を除く地域の水は軟水に属する。 河川の流域面積が少ない方がミネラルの溶解が少ないので高度が下がる。軟水は金属石鹸ができにくく、高度60の水と高度1の水では石鹸を溶かす能力に2倍の差がある。軟水は香水に比べて泡立ちが良く体を洗う時にぬめりを感じる。一般的には食やコーヒー、喫茶などの用途には軟水が良いとされている。これは 和食の出汁を取るときに昆布に含まれるグルタミン酸や、鰹節のイノシン酸の抽出時に香水に含まれる、ミネラルが悪影響を及ぼすからである。コーヒーでは朝入りのアメリカンでは軟水を用いることで、豆本来の良い香りと、さっぱりした味を楽しむことができ、深入りのエスプレッソでは、香水を用いることで、渋みの成分がカルシウムなどに結びついて、苦味、渋みが除かれ、 まろやかさが増して、コクが加わる。酒造には、水中のミネラルは糖をアルコールに変える麹菌を活性化させ、発酵が進みやすくなるため、すっきりした口当たりの辛口の酒ができる香水の方が適しており、軟水の方が甘口になり、かつ、醤油の醸造には適する。金属イオンが少ないことから、染色も均一に仕上がり、良いとされている。 ありがとうございます。